待してるぜ、小隊長。ホワイトベースを見つけたのか。フラウボーがつけられたんだ。あのブフってモビルスーツに出てこられたら、ガンキャノンもタンクもイチコロだ。本当にアムロ総長、連邦最強。こちらブライトだ。早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。前の通信と同じ。ユノ特務総長、起動します。艦長、アムロ総長を追ってしますね。ブラウの報告通り。分かった、船の直面に回れ。フラウボーなんてよこしやがって。ブライトが自分で来りゃいいんだよ。艦長も余裕がないんですよ、アムロ総長。そんなこと分かってますよ。回り込める別ルートがある。この前はなかったよね、小隊長。正面突破か回り込んで側面を突くか、判断を任せるわ。ワンバラル隊の通信を傍受。俺が飛び出す。その間にタンクをやれ。は、はい、ラル隊。隊長やりました。タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。本当に過去が繰り返されてるんだ。繰り返しとは少し違うよ。シミュレーションをし直してるって感じかな。あれ、怖かった。ユウさん、迎えに来てくれたのか。急ごう、アムロ総長さん。完全な盾に。そこ、ザッカユノ、遅いぞ。何やってんの。お前には指揮者からの通信支援を任せる。了解です。ガンダムにそのまま戦列に復帰します。どんな理由があろうと独断専行は重罪だ。だが今は頼らざるを得ん。いいな、アムロ。役者は揃ったけど時間軸がずれてるかも。ホワイトベースが着底したままだ。本来なら取り付いた部分を海面飛行で振り落として上空へ退避してるはずなんだけど。海面飛行、艦内どうなっちゃうわけ。未来さん無茶するな。ぜい当たってくれ。キュッ。抜かるなよ、お前たち。ザクとは違うのだよ。ザクとはガンダムバルバトスにならなかった。
よし、小隊長。なんだこいつ正確な射撃だ。それゆえコンピューターには予想しやすい。サンクキングダムに戦闘した時と動きが全然違う。搭載したコンピューターの違いなの。パイロットの能力が機動性能を限界まで引き出してるのよ。相手は青い女性。思い切りのいいパイロットだな。手強い。しかし、すごいパワーだ。さすがベテランの乗り口。相手を脅して組ませるほどの威圧感。だからってな。いや、やるなガンダム。しかし、こちらとてまだまだ操縦系統が得られたわけではない。仕留めてやる。来た。これが本気だ。もしかしたら。ここだ。モニター回線をつなげるよ。モニターが勝手に。どうだ。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。負け惜しみよ。待て。ラル隊員の脱出を確認。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。あとはこのシミュレーションデータを再登録すればブレーク修正は完了。よかった。アムロ総長、お疲れ様でした。これで僕は、総長、僕はあの人に勝ちたい。作戦終了。協力感謝するよ。